30秒維人伝小林一三、1873年生まれ、慶應義塾卒業後、三井銀行に勤務。三井銀行勤務後、阪急電鉄創業。実業家として活躍。事業展開とともに阪急東方グループ形成。住宅開発など多岐にわたるビジネスを展開。1957年死去、去年84。チャンネル登録、高評価ありがとうございます。